4ギー、これ押してな。ただいまより2020年度第98回関西学生サッカーリーグ後期延期戦第2試合関西学院大学対阪南大学の試合を行います。
Thank you.
Thank you.
39分、阪南大学の得点は、福宮浩介、背番号24、アシストは、日枝圭吾、背番号12によるものでした。これによりまして、阪南大学1対0となりました。
終了いたしまして1対1での同点です。ただいまよりハーフタイムに入ります。なお後半のキックオフは15分後予定しております。交代をお知らせします。阪南大学平慶吾背番号12に代わりまして永井純太背番号13が入りました。フォワード永井純太背番号13九州国際大学附属高校出身3年。
Come on.
阪南大学松原大が背番号34に代わりまして福良幸喜背番号33が入りました。フォワード福良幸喜背番号33阪南大学高校出身3年Yeah.
大学の得点は増江匠背番号2、アシストは福良幸喜背番号33によるものでした。これによりまして阪南大学2-1となりました。Thank you.
選手の交代をお知らせします。関西学院大学平山優希背番号25に変わりまして、山下亮背番号8が入りました。ミッドフィルダー山下亮背番号8、ガンバ大阪ユース出身3年。続きまして関西学院大学、渡辺裕斗背番号19に変わりまして、脇豪太背番号14が入りました。ミッドフィルダー脇豪太背番号14、京都立花高校出身3年。続きまして関西学院大学、臼井寛太背番号18に変わりまして、荒修賀背番号29が入りました。ミッドフィルダー荒修賀背番号29、履正社高校出身3年。
後半29分、関西学院大学の得点は木村雄大番号26によるものでした。これによりまして関西学院大学2対2となりました。後半34分、関西学院大学の得点は木村雄大背番号26、アシストは渡辺英介背番号6によるものでした。これによって関西学院大学3対2となりました。阪南大学永井純太背番号13に代わりまして、上松健人背番号3が入りました。ディフェンダー上松健人背番号3、市立船橋高校出身1年。Yeah.
選手の交代をお知らせします。阪南大学福宮幸之助背番号24に代わりまして橋本奈緒背番号44が入りました。ディフェンダー橋本奈緒背番号44阪南大学高校出身1年。続きまして阪南大学背番号15に代わりまして笹原大背番号22が入りました。ミッドフィルダー笹原大背番号22大宮 RT ジャユース出身3年。
25分、関西学院大学の得点は山見ひろと背番号7、アシストは藤井敦史背番号10によるものでした。これによりまして関西学院大学4対2となりました。地獄っていうの。よし、これどうぞ、どれ取るときに。この部分取ってやる。この上の部分取ってやる。お前、どっちに取ってやる。はめるときはスムーズにできるけどさ、取り方が分からん。ご覧の通り試合を終了いたしまして4対2、関西学院大学が勝ちました。